おい、しおり、お前まさか断っちまったのか？うん。でもこうちゃんたら急に飛び出してくるなんて、さすがにびっくりしちゃったよ。いや、水を差しちまったのは悪かったとしか言いようがねえが、でもどうして断っちまうんだよ。その結構というか、かなり良さそうなやつだったじゃねえか。もともと今は誰ともお付き合いするつもりはなかったから。一人暮らしのこうちゃんのことも放っておけないでしょ。このアホ、そんなんじゃ彼氏どころか下手すりゃ生き遅れるっての。お互い様でしょ。とにかく見守ってくれてありがとう。いつかこうちゃんがラブレターをもらったら教えてね。その時は私が見守っててあげるから。いらねえよ、ったく。ああ、もう格好悪すぎだろう。なんでこんなに安心しちまってんだ、俺。こうちゃん？なんでもねえよ、畜生。しおり。あいつは昔から、気づいたらいつも俺のそばにいてくれていた。異界に関わるようになってからも、それだけは変わらなくて。あいつが近くにいるのは当たり前だと思ってた。それがどれだけかけがえのない大切な時間だったか考えもせずに。あの時あいつのそばにいてやってたら、あの時何らかの予兆に気づけてたら、あの時なんでこんな記憶を。こうちゃん、しおり、一体どこからいるのかよ、おい。幻聴？もしかして手紙か？こうちゃんへ。こうして手紙を書くのなんて久しぶりだね。突然ごめんね。なんだか急に書きたくなったの。渡すつもりはないから変なことを書いちゃってても許してね。こうちゃんは小さい頃からずっと私のそばにいてくれたよね。家も学校もどこへ行くにも一緒で、困っていたらすぐに駆けつけてくれて、今までもそしてこれからもこうちゃんと
ずっとずっと一緒に。そうだったらいいなって思ってた。時々、なんでかすごく不安になるんだ。それは、絶対に叶わないことなんじゃないかって。おかしいよね。誰に言われたわけでもないんだけど。でもね、こうちゃん。たとえそうだったとしても、私がこうちゃんを大好きなことだけは、絶対変わらないと思うんだ。たとえ離れ離れになっても、たとえ生まれ変わったとしても、たとえ世界がなくなっちゃっても、私は絶対にこうちゃんを好きでいる。それだけは自信を持って言えるよ。だってそれは当たり前のことだもんね。もし、こうちゃんがこの手紙を読むことがあったら、これだけは覚えていてね。私はいつでもこうちゃんと一緒にいるから。何が起きても、私の真ん中には絶対にそれがあるから。手紙はこれでおしまい。また明日。いい日になるといいね。しおりより。しおり、どうしてこんな手紙を。まるでこうなることが最初から分かってたみてえに。だけどありがとな、しおり。俺も、お前と同じだ。それだけは、絶対に違えねえから。俺は、自分で思ってた以上に、あいつに救われていたんだ。どんな時でも変わらなかった。幼馴染の、いつも通りの笑顔に。だったら、何が何でも、お前を取り戻してやるだけだ。待っていてくれ、しおり。
どうぞ、受け取ってくれ。どうぞ、受け取ってくれ。
I
に晴れたかな。よし、いい感じに晴れたな。よし、いい感じに晴れたな。
よし、いい感じに晴れたな。うん、綺麗に晴れたかな。うん、綺麗に晴れたかな。よし、いい感じに晴れたな。うん、綺麗に晴れたかな。うん、綺麗に晴れたかな。よし、いい感じに晴れたな。うん、綺麗に晴れたかな。
Thank you.
よし、そんじゃあ早速。こうちゃん。しおり？なんだ、戻ってきたのか。うん、さっきちょうどこっちの支店に来てたお父さんにも会えたから。こうちゃん、よかったら一緒に歩かない？そりゃもちろんいいが、どうしたんだよ突然。せっかくのいい夜だから、子供の頃みたいに一緒にお祭りを回るのもいいでしょ。だな。いや、ちょうどよかったぜ。昼間の礼もまだだったが、こっちから改めて声をかけるのも考えてみりゃ気恥ずかしいっつうか。何か言った？なんでもねえよ。ほら、行くとしようぜ。Thank you.
Thank you.
なあ君、こんなところでどうかしたのか？もし誰かとはぐれたんなら。待ってたよ、お兄さん。まさかお前、霊夢か？こんばんは。久しぶりだね、お兄さん。それとお姉さんも元気そうで何よりだ。あなたがレムなんだ。もういなくなったって聞いていたけど。ああ、そうだったんだけど、さすがに見過ごせなくてね。どうやら無事に戻ってこられたみたいだね。ああちょっと場所を移そうか。ここは？少しの間、空間を閉じさせてもらったよ。ここなら静かに話せるかな。不思議な力を持ってるのは聞いていたけど。たく。神出鬼没にも程があるだろう。そういえば、最初に俺を起こしてくれた声も。一応、礼は言っとくぜ。逆に言えば、あれくらいの干渉しかできなかったんだけどね。どうなることかと思ったけど、なんとか収拾がついてよかったよ。もしかして、ずっと見ていたの？レム、お前は当然わかってるってわけか。あの時、夕闇の使徒が言っていた言葉の意味が。僕には、わからないんだから。10年前、僕が、どうして、生まれたのかすら。どうして、東京迷彩が起きたのか。そもそも、夕闇の使徒が、なんで東京に現れたのかも。もちろん、僕は観測者だからね。すべては起こるべくして起こった。箱の出現と同じく、ね。今、言えることは、それだけだ。そうか。あの箱も。今回の因果は、僕にすら予期し得なかったものだ。もしかすると、本当の意味で、何かが
始まりつつあるのかもしれないね。この地で、なのか。あるいは、どこか別の地である可能性もあるけれど。あ。それは。いずれにせよ、再び選択の時が来るだろう。その時、君たちが、人が、一体何を選び取るのか。これからも見守らせてもらうよ。答えが出る、その日までね。行っちまった。みてえだな。うん。もう少し話を聞いてみたかったけど。ああ。何かが始まりつつある。か。怖いか、しおり。ううん。全然。だって、何が起きても、こうちゃんは来てくれるでしょ？たく、何の根拠にもなってねえっての。だが、そうだな。それだけは違えることはねえ。どんなことが起きたってな。やっぱり頼もしいな、こうちゃんは。私も、こうちゃんを、みんなを、できる限り支えるつもり。いつか、私みたいに苦しんでいる誰かがいたら、その時は、手を差し伸べてあげたいから。ああ、そうだな。やれやれ。どこまでもしおりはしおりっつうか。いつでも見守ってるね、こうちゃんとみんなのこと。心強い限りだぜ。おーい、二人とも。そんなところで何やってんだっつの？そろそろステージが始まっちまうぜ！あ、おう、今行く！レディース・エンド・ジェントルマン、お待たせしたね、諸君。森宮青春祭2015特設ステージ、いよいよ開幕だよ。最高の夜にしよう。